スクリーミングロード・サッチは、イギリスの歌手、政治家。本名、デビット・エドワード・サッチ。ロンドン生まれ。労働者階級の出身であるが、後に、イギリス連邦のディード・ポール制度により、ロード・デビット・サッチという貴族階級風の名前を、公の場で名乗った。1950年代後半に、アメリカのロックンロールの影響を受けて、音楽活動を開始し、 1960年頃には、スクリーミングロードサッチザ・サベイジージズを結成した。自らの芸名は、アメリカの R&B 歌手スクリーミング、J. ホーキンスを元にしている。なお、ロードは、イギリスの伯爵の呼び名であるが、普段シルクハットをトレードマークにしていたことから、同じく、シルクハットを被っていた、当時のコミック雑誌のキャラクター、 ロードスナッキーをイメージして用いたと言われている。ロードサッチザコ THR オブハローと名乗ることもあった。背中にかかる長髪をなびかせながら、ステージでは、ひの毛皮を着て、頭に2本の大きな角をつけた、ボルネオの獣人や、シルクハットに黒マントを羽織り医療カバンとナイフを、持ちながら歌う、ジャックザリッパー、または、吸血鬼の紛争でカンオケから登場するという、 ホラー的演出で評判を呼んだ。1961年に EMI よりテ i l ザフ h e Following Night でレコードデビュー。プロデューサーはジョー・ミークが務めた。続く2枚目のシングルとしてジャック・ザ・リッパーを発表。レコードプロモーションとしてコインを入れてレコードと映画フィルムが見られるビデオジュークボックスが用いられた。その後もドラキュラズ・ドーター。 パープルピープルイーターのカバー、モンスター・イン・ブラック・タイツなど、ホラータッチのノベルティソングとでも言うべきシングルを発表。レコードはさほどヒットしなかったものの、ビートルズデビュー前の時点で、イギリスで最も稼いでいた、ライブバンドとされている。オリジナル曲以外は、ロックンロールや R&B のスタンダードを演奏し、アイムは、ホッグフォーユー、ハニーハッシュ。 トレイン・ケプト・ローリングなどのシングルも発表した。サッチは自らをロックンロールを歌うボード・ビリアンとして位置づけており、ブリティッシュビートからブルース・ロックへとイギリスのロックが変化する中でも相変わらずロックンロールのみを演奏し続けるなど音楽的な評価は低いものであった。しかし、ステージ重視の観点からバンドメンバーを選ぶ能力には優れており、著名なところでは リッチー・ブラックモア、ジミー・ページ、ジェフ・ベック、マシュー・フィッシャー、ノエル・レディング、ニッキー・ホップキンスなどがサベイジージズのメンバーとしてステージに立っている。特にリッチー・ブラックモアはサッチからこの時にステージングやプロ意識を叩き込まれたと言われている。1960年代にはレコードセールスは振るわなかったものの有名になった元メンバーを集めて1970年に アルバム、ロード・サッチ・ヘビ・フレンズを発表。ハードロック的な演奏に、サッチのボーカルがマッチしているとは言えず、収録曲もロックンロールの改作や、過去のデモテープを使ったものであったが、レッド・ツェッペリン結成直前のジミー・ページとジョン・ボーナムの参加や、ジェフ・デックがギターを弾く曲が収録されたことで、スーパーセッション的なアルバムとして捉えられ、イギリスとアメリカで、 スマッシュヒットとなった。この時のアルバムジャケットでは、ユニオンジャックにペイントされたロールスロイスと共に派手な貴族風衣装を着たサッチの写真が使われた。このアルバムジャケットのイメージにより、アメリカや日本では、サッチが本物の貴族階級出身者であるとの誤解を生むこととなった。このアルバムのヒットを受けて、1971年には同名義でライブアルバム、 ハンズ・オブ・ジャック・ザ・リッパーを発表。今回は、リッチ・ー・ブラック・モア、ノエル・レッディング、キース・ムーンが参加。サッチ本来の持ち味であるロックンロールのカバーが、中心でオリジナル曲を改作した演劇的な長尺の、ハンズ・オブ・ジャック・ザ・リッパーを収録している。1972年には、イギリスのウェンブリー・スタジアムで開催された、ロックンロール・リバイバル・ショーに、 1960年代初期の人気シンガーのハインツと共にイギリス代表として出演した。全宣伝として、サッチは髪を緑色に染め、下着姿の女性陣と共に、ロンドンでパレードを行い警察座汰となっている。ショーでは、同じく下着姿の女性に担がれた白い棺に入り早々。 更新曲に乗って登場し、背丈ほどのある銀色のシルクハットをかぶり、デビュー曲の t i l ザ・フ h e Following Night と Hands of Jack ッパー i p p e r を披露した。サッチは当時、アメリカのロックスターであるアリス・クーパーを、スタイルを真似たとして訴えていたが、スタジアムでの Hands of Jack ッパー i p p e r 演奏時に、ロサンゼルスから真似たというアリス・クーパーという名前のストリッパーを登場させ、 舞台でストリップショーを演じさせている。1980年代から1990年代にかけても、ロックホラー、マーダー・イン・ザ・グレーブ・ヤード、ライブ・マニフェストなどのアルバムや、ルーニー・ロック、ロンドン・ロッカー、ミッドナイト・マン、ナンバー・テン・オア・バストなどのシングルを発表。また1960年代のシングル曲を集めた。 コンピレーションアルバムも1990年代にイギリス EMI より発売されている。ライブ活動も継続していた。音楽活動と並行して1960年代にはナショナルティーンエイジパーティーを結成してイギリス国会議員に立候補した。その後はオフィシャルモンスターレイヴンルーニーパーティーを結成して1990年代後半まで 継続的に自身や党員を候補に立てて選挙に打って出るなどユニークな政治活動を展開した。公約は10代の選挙権確立、犬の登録制度廃止、地方ラジオ局解説の規制緩和などで当初は真面目に捉えられなかったものの後年には実現した主張もある。ラジオ局の規制緩和の主張にあたり会場のヨットで 海賊放送局のラジオサッチを開局して、チャタレープ人の恋人の朗読を延々流したりもした。また音楽活動も政治活動の一環と捉えており、前述のアルバム、ハンズ・オブ・ジャック・ザ・リッパーでハロルド・ウィルソン首相を非難したり、後年にはマーガレット・サッチャー首相を非難して、アイムは、ホッグ・フォー・ユーの歌詞を、アイムは、ホッグ・フォー・マギーと変えて、豚のマスクをかぶり、 ベンザを首にかけながら歌う、というパフォーマンスも行っている。サッチ自身は最後まで落選し続けていたものの、党員の中には、地方議会の議員に当選した者も,もいる。イギリス国内において、1960年代から1990年代に、かけて一貫して、政党党首の座にあり続けた、唯一の政治家でもある。最愛の母親を亡くした90年代後半から、 精神的な落ち込みを見せ始め、教宅金の引き上げも重なったことから、国政選挙への不参加を表明するなど、活動は停滞したと言われている。そして不幸なことに1999年6月16日、自宅で首を吊り自ら、命を断った。サッチの死については、イギリス国内で大きく報道され、多くの国民が彼の死を悲しんだ。 現在もモンスターレイブンルーニーパーティーの創設者として同等の精神的シンボルとなっている。サッチは1961年以降からレコードをリリースしており、その後の作品は次の通り。ありがとうございます。